はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、日産限定トミカ、日産 GTR バイブラントレッドです。はい、しっかり見ていきます。このトミカは先日の日産オンラインで限定発売された GTR ニスモバイブラントレッドだね。ボディカラーはこんな感じで真っ赤だね。で、フロント周りはこんな感じだね。 GTR のエンブレムがプリントされてて、ヘッドライトはクリアパーツになってます。こういうところのエアロがかっこいいね。微妙にここのフロントの部分がなんかおかしくなってるね。ちょっとこれはエラー品かな。で、ルーフの部分はこんな感じです。ボンネットのところのこういうエアフローかっこいいね。で、横から見るとこんな感じだね。で、ボディカラーもこんな感じですごくツヤがあって綺麗だね。で、下の方のエアロの部分にはレッドのラインが入ってます。で、後ろの方はこんな感じだね。 GTR のエンブレムと日産のロゴがプリントされてるね。やっぱりこのニスモのモデルっていうとこの辺のエアロの感じがすごく綺麗だね。で、運転席側の側面はこんな感じだね。で、リアウィンクの部分はブラックの樹脂になってます。で、タイヤはサスペンションがついてます。あとこのドアの開閉だね。で、内装の方も綺麗に作られてるね。助手席側はこんな感じだね。で、運転席側はこんな感じになってます。で、ニスモのモデルはエアロのこの下の部分に赤いラインがずっと横も後ろもこう入ってるんだよね。こういうところが個人的にはかっこいいかなと思います。はい、同じ車種の GTR ニスモを2台並べてみました。バイブラントレッドとこちらのホワイトがカートップ50周年記念のニスモ GTR だね。カートップの方は以前紹介したので上の方にリンク貼っときます。で、こうやって見てみると形はどちらも同じモデルだね。で、フロントの方はこんな感じだね。比べても同じ形でボディカラーの違いだよね。で、側面を比べるとこんな感じです。ここも同じだね。で、後ろの方を比べてみるとこんな感じだね。 GTR とか日産とかニスモのエンブレムも同じになってます。で、上から比べてみてもこんな感じだね。エアフローの部分とかリアウィングの形も同じだね。で、シャーシの方も同じだね。日産 GTR ニスモ2016年のシャーシになってます。で、箱の方は正面のパッケージに GTR のイラストだね。ここにニスモってプリントされてます。で、側面はこんな感じだね。日産 GTR ニスモカラーバイブラントレッドって書いてあるね。で、反対側はこんな感じだね。こっちもかっこいいね。で、後ろの方はこんな感じだね。発売元日産自動車株式会社になってます。はい、今日は日産オンライン限定の GTR ニスモバイブラントレッドを紹介しました。で、このモデルは本当にオンラインで注文するのが大変だったね。欲しかったけど買えなかった方もたくさんいたもんね。で、なんでこんなに人気あるのかなと思ってちょっと調べてみると、バイブラントレッドっていうのは実車でもあるんだね。で、実車のモデルはこんな感じです。で、日産のホームページを見てみると GTR ニスモ18年販売分お申し込み受付中って書いてあるよね。これが実車の方だね。で、実車の方ではこれだね、バイブラントレッドっていうのが販売されてます。それ以外にはブリリアントホワイトパールとかメテオフレークブラックパールだね。これはトミカ 4D でも販売されてるね。で、アルティメイトメタルシルバーっていうのもあるんだね。で、予約開始日以降も日産オンラインでこれチェックしてみたけど、やっぱり予約の復活はなかったね。で、このバイブラントレッドもかっこいいけど、カートップ50周年記念の方もかっこいいかな。このカートップ50周年記念のこのニスモ GTR も実車で存在してるもんね。で、ちなみにこれと同じカラーでトミカ 4D で発売された GTR もバイブラントレッドだったね。トミカ 4D の方はベース車種が GTR のノーマルの方だね。で、このモデルをこれから手に入れたいという方はやはりヤフオクとかオークションを見ていかないといけないのかな。でも、オークションだとちょっと高値になってるから注意してください。で、今回のようにこういうレアモデルが欲しかったけど買えなかった方がたくさんいるので、トミカの最新予約情報とかはまたこれからも動画でアップしていこうと思います。
はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。